どうも山野です。今日の動画のテーマは後悔しないための撮影機材の選び方です。あなたは登山の思い出をどれぐらい残せていますか？私は7年間登山をしていて、もっと早く買うべきだと後悔している道具があります。それが撮影機材です。過去に遡って写真や動画を残すことは決してできません。皆さんには私のように後悔してほしくないんです。自分は写真とか動画とか興味ないと思っている人にこそ見てほしいんです。山に登って山頂で写真を撮ったことがない人っていないと思います。人によっては登山後に GPS アプリのログを見ることで心躍るような方もいるでしょう。あなたは思い出を残す、記録を残すことに気づかないうちに意義を感じているはずです。私の動画では全力で楽しむ登山道具の選び方をお伝えしています。選んだ道具を使って最高の思い出を残してもらうというのがこのチャンネルの目的です。ですのでチャンネル登録して一緒に登山道具選びを楽しみましょう。ここで今回の動画の概要をお伝えします。まずはカメラ種類の決め方。予算の絞り方。最後にカメラの決め方を順に説明していきます。私が登山でカメラを使っている中で、うまくいったところ、うまくいかなかったこと、経験を交えて説明しますので、ぜひ最後までご視聴ください。短い時間にまとめていますので、専門的な部分は除いて分かりやすく説明しています。すでにカメラをお持ちの方は、こういうカメラが良かったとか、失敗例等ありましたら、ぜひコメントでフォローいただけますと助かります。まずはどんな写真や動画が残せるか、簡単な映像をご覧ください。はい、簡単な映像を流しましたが、これらは私が登山中に撮影したものです。人によって好みの写真や動画というのは異なりますので、これを見て自分がいいと感じる部分、感じない部分がなんとなく分かったんじゃないでしょうか。それを踏まえて詳しい内容に入っていきます。まずはカメラの種類についてお話しします。カメラの種類は大きく分けて、コンデジ、アクションカメラ、一眼レフの3種類になります。あなたが動きのある動画撮影をしたいならアクションカメラが向いています。先ほどのこのような映像ですね。歩きながらの撮影はアクションカメラで撮影していました。アクションカメラは小型軽量なものが多いので、登山という荷物が限られる場面でとても人気です。また広角の風景写真が撮れるものが多いので、風景が撮りたいという人にも使いやすいんです。一方で星空だったり夜景の撮影というのはあまりできません。このような背景がボケているような写真も難しいです。なので動画撮影、歩きながらの動画撮影を多く撮りたい方、広角の風景写真を撮りたい方にアクションカメラは向いています。そして残りの2つ、コンデジと一眼レフは、レンズが交換できるかできないかで異なるものと考えると分かりやすいです。コンデジというのは一眼レフに比べて小さく軽いので、写真だけを撮るのであれば持ち歩きがしやすくて、非常に登山に向いています。特に風景写真や高山植物をメインに撮影する方は、コンデジを選ぶ方が多いです。ただ画質については同じ価格の一眼レフには劣るようなことも多いので、画質までこだわるという方は一眼レフの方が向いています。レンズ交換ができないことはデメリットにもなりますが、カメラ本体とレンズの両方を揃える必要がないということは、価格的に安いというメリットにもなります。そしてもう一つ、一眼レフについてなんですが、一眼レフはミラーレス一眼と一眼レフの2種類に分類されます。違いはカメラの中にミラーが入っているかどうかというところがその名前のまんまになります。ミラーって何ですかっていう疑問が出ると思うんですけど、一眼レフはこのようにカメラの中にミラーが入っていて、ファインダーを覗くと実際の景色を見ることができるようになっています。なので肉眼の映像を見ながら撮影したい方向けになっています。私自身、初めてのカメラはこの一眼レフを使っていました。ただ重たくて毎回登山に持っていくのが苦になって、結局使わなくなってしまったんですね。初心者が登山用のカメラを選ぶときに陥りがちな失敗がここにあるんですが、第一に軽さを重視して選んだ方がいいです。重さが気になって使用頻度が下がると、写真も撮れず、撮影の楽しみも知ることもないままに飽きてしまいます。そういったことは避けないといけないです。ですので初めてのカメラ選びでこの一眼レフを選ぶ場合には必ず、この2種類あるうちのミラーレス一眼というのを選んでください。ミラーレス一眼というのは実際の映像ではなくて、シャッターを押したらどんな写真が撮れるかをモニターに表示してくれています。ですので初心者が撮影が簡単というメリットもあるので、
まあ、初心者が選ぶんだったらこっちの方が絶対良いです。ただその分バッテリーの持ちは一眼レフより悪いんですけど、日帰り登山や一泊の登山くらいだったらバッテリー一つぐらいで私は持つことが多いので、よほど心配するほどではないと思います。カメラの種類はこんなところです。もしこの説明を聞いても決められないような方はミラーレス一眼をお勧めします。なぜならレンズ交換ができるので、後から自分が撮りたいものが分かった時にそれに合わせてカスタマイズができるからです。初めてのカメラ選びでは自分の撮りたいものがはっきりと決まっていない人も多いです。そういった時にミラーレス一眼を選んでおけば後からレンズ交換して対応できるからです。登山では小型のレンズを使って、それ以外の用途、街歩きや子供の運動会など場面に合わせたレンズ交換ができるというのは本当に楽しいです。私の場合は動画も撮るので、アクションカメラとミラーレス一眼を登山時に使っています。もちろんミラーレス一眼でも動画は撮れますので、これ1本で使うことも十分可能になっています。続いてカメラ予算の決め方です。カメラは基本的に高価な道具になります。予算を決める際には高すぎると思ったら他のものを検討し直しましょう。登山の場面で価格に抵抗がありすぎるようなものを選んでしまうと使用をためらってしまったり、持ち歩く頻度が減ったりしてしまいます。予算はカメラ種類によっても変わってきます。目安としてお伝えしますと、アクションカメラの場合は5万円前後と、加えてマイクロ SD カード、各種アクセサリーで6000から1万円程度を見ておきましょう。コンデジの場合は5万から15万円、ミラーレス一眼の場合は本体とレンズ合わせて7万から15万くらいが目安になってきます。そして肝心のカメラの選び方自体もカメラ種類ごとにご紹介します。まずアクションカメラで選ぶなら GoPro 一択になります。グループ登山が多くてみんなで動画を撮りたいといった場合には360度カメラが面白いのですが、 GoPro は手軽な撮影ができるので初めてのアクションカメラとしてはこちらの方がおすすめなんです。よく比較されるものに DJI オスモポケットみたいなものもありますが、広角の撮影については GoPro の方が優れていますので、アウトドアで使う分には GoPro がおすすめなんです。そして私自身 GoPro を使っていて、何度も落として転がしてしまったり、防水ケースを使って雨の中の撮影ともしていますが、全く壊れたことがないです。その丈夫さからも長く使うことができるんです。そして利用者も多く情報が溢れていることから、撮影方法や使い方を調べやすいっていうのもメリットになります。1点注意としては、選ぶ際は必ず最新モデルがおすすめになるということです。それは手ブレ補正や音声収録の性能が旧モデルと最新モデルでは大きく異なってくるからです。私が使用しているのは GoPro の7 Black というものなんですが、このようにこれだけ揺れますし、外付けのマイクもつけることができません。アクションカメラについては1万円以下の格安モデルというのもいろいろ試してみたんですが、動きながらの動画だとカクカクしてしまったり色飛びが多くて使えなかったので、安価なものはお勧めしていません。続いてコンデジの場合、予算6万円ぐらいなら少し古いモデルですが、ソニーのサイバーショット RX100M の3というのが SD カードを入れて6万円で入手できます。焦点距離、カメラのピントが合う距離ですね、24から70ミリと比較的広い範囲の撮影に対応できて、高山植物を撮ったり風景の写真も撮りやすいんです。ただ5コンデジというのは後からレンズのグレードを上げるとかそういった調整ができないので、可能ならできるだけ高価格のものを選んでおいた方が無難になります。予算が14万出せるよっていう方はソニーのデジタルカメラサイバーショットの同じく RX100M の7番がズームもできて24から200ミリと近くも遠くも撮れてとても人気なモデルになっています。このあたりが候補となってきます。最後にミラーレス一眼の場合は予算7万円くらいであればオリンパスの OMD-EM10 の M3 EZW ズームキットというのがおすすめになります。ただ風景写真メインになると本体と追加のデジタル 17mm の F2.8 といった単焦点のレンズという固定レンズが背景がボケて面白いので、こういったものが小さく安く使えるようなセットになってきます。15万まで出せるというのであれば α7 の2のズームレンズキットがおすすめになります。この α7 というシリーズ、 α7-3 という上位モデルもあって、どちらは22万ぐらいあって、登山系の YouTube 動画を投稿されている方でも特に使用者が多いようなカメラになるんですが、ちょっと高いですね。個人的に一眼レフカメラについては本体は一つ最新モデルから型落ちを選んでおいて、レンズに費用を振り分けた方が後悔しにくいと思っています。値段自体本体価格は発売から数年経つと下落するんですが、レンズは値段が落ちにくいといった傾向があるからです。ミラーレス一眼を選ぶ際にこの OMD というものだったり α7 を選んでいるのは、
防水防塵性能があるからです。私自身最初のミラーレス一眼を同じくオリンパスのペンというシリーズを使っていました。ただこちら防水防塵の機能がついていないので、私登山中に2回ぐらい故障しています。で、故障のたんびに2万ぐらいかかってますので、安いカメラ買っても防水防塵がついていないとかえって費用がかかってしまいます。こういった意味からこれらのものをお勧めしています。 OMD のところも冬の間マイナス10度まで対応できますので、なかなかいいんじゃないかと思っています。はい、一眼レフレンズとセットで購入する際に1点注意点があります。Amazon や楽天等で購入する際も必ず新品を購入してください。これは私自身実際にあったことなんですが、レンズとセットでダブルレンズセットみたいなのを購入すると、当然ながら本体とレンズが送られてきます。で、初心者だとそれが本物かどうかってことは判定ができないんですね。で、レンズがよく似た構成のもっと安いものにすり替えられているケースがあります。私の場合、当時購入した時知識がなかったので、半年以上使ってからようやく気づいたんですが、そうなるともう遅いです。こういったトラブルを避けるためにも、できるだけ新品のものを選ぶようにしてください。いかがでしたでしょうか。後半のおすすめカメラは一例にはなりますが、選ぶ参考になれば幸いです。動画内で何度もお話ししたのは、常に持ち歩けるものを選ぶ大切さです。重くて持ち歩けないとか、高くて気が引ける、そういったカメラを避けて、肌身離さず持っていたいお気に入りのカメラを見つけてください。写真や動画を楽しむことは、登山と非常に相性がいい趣味になります。登山の楽しみが確実に広がるので、ぜひ挑戦してみてください。という感じで、このチャンネルでは登山道具に関する様々な情報を分かりやすく説明しています。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。で、以上、山野でした。バイバイ。